久しぶり。元気してた？ロドリーだっけ？リドリーだっけ？あ、モーリーだ。よろしくお願いします。ようこそおいでやす。じゃがいもレオンさん。ちょっと名前が気になる。じゃがいもレオンさん。待って、和風音楽流れてんだけど。かわいい。ちょっとこれ、ゲーム音大丈夫かな？入ってるかな？久しぶりの設定すぎて。ちょっともうちょいあげようか。つって。どうぞ、ありがとうございます。あ、お着替えを用意してくださったということで、ちょっとね、せっかくなんで着替えていきましょう。はい、そして、草履ということで、ありがとうございます。やべ、イケメンじゃん。似合ってますねって、もうありがとうございます。はい、僕からもプレゼント用意しました。いいですね。あ、春もいいけど、やっぱ秋も、この落ち着いた雰囲気がめちゃくちゃいいですね。どうぞーって言って、どうぞー。あ、決めポーズ。OK。よし、行きましょう。さあ、まず入り口からもうね、すごいけど、ちょっと見にくいけどね、ここ何か売ってるのかな？いろいろと。置いてありますね。屋台のリメイクで、瓦屋根にしてありますね。油って書いてある。はじめに、ここは中央通りです。いいですね。島入ってから、中央通り。これ桜の提灯かな？めっちゃいいじゃん。あ、もみじまんじゅう売ってます？あ、これか、もみじまんじゅう。まだちょっと秋にしたことがなくて、もみじあるんだ。ほんとだ。これもみじまんじゅうらしいですね。さあ、左に曲がると？じゃ、この狭いところ？かわいい。めっちゃかわいいんだけど。ここは何？あ、そっち先行くのか。ああ、神殿式場。おお、すげえ。あ、待って、これ。かっこいい。すごくない？なんかもう、ジューンブライドっていうイベントが、まあ今この動画出してる時には来てると思うんですけども、結婚式のやつね。これいいですね、本当に。ちょっと外して。かわいい。これすごくない？いや、こういうとこで結婚したいよね、普通に。はい。いやー、すごい。これは綺麗。これはすごいわ、本当に。いや、もう、ジューンブライドでは、表現できない、またこの和風な感じ。いやー、すごいっすね。ちょっとじっくり。なんか、後ろもこだわって置いてあるんだよね、いろいろ。かわいい。右は宿。なるほど。ここが和服屋ですね。着物とかいろいろ売ってる。多分、俺の今日着てる服も、ここで作られたやつですね。はい。で、ここが宿ということで。はい。ちょっと一泊よろしくお願いします。ということで。一泊します。お願いします。空いてますかね？ちょっと急遽来たんですけど、あ、一泊20ベルです。安いね。ちょっとまあ、俺までとなると、まあまあまあ、9万9000ベル置いちゃいますよ。OK。じゃあちょっと、寝ますね。なんか俺、角生えてるみたいになってんだけど、これ クワガタ クワガタの角生えてるみたいになってるけど、これ、後ろの植木鉢がね、あれなんだよね。可愛くない？いや、いい宿ですね、ここ。本当に。一泊20ベルっていうことで、破格ですわ、もう。安すぎてね、本当にもったいないぐらいの。もっとね、お金取ってもいいと思う。はい、そして、ちょっと、番傘ちゃんとつけないと。ちょっと久しぶりすぎて、ちょっと戸惑ってますね。あ、甘味どころ。こう、なんか書いてあるぞ、デザインで、これ。美味しそう。美味しそう、美味しそう。あー、いいですね。ちょっと、お茶でもしましょう。おいでやす。ちょっと、京都弁わからんで、ごわす。ごわすは違うか。団子が食べれます。あー、もう、うまい。俺ね、みたらし団子大好きだから、ちっちゃい頃はいつもね、みたらし団子食べて。いやー、落ち着く。美味しそう。なんか、向こう抹茶に見えるな。右側のお皿。なるほどね。なるほどね。お、足湯行きます？待って、足湯もあんのか。ちょ、温泉とかすごそうだよな。足湯行きまーす。足湯いいな。あ、これ足湯？
あー、なるほどね。いいですね、これ。絶対これ足届いてない。 これ絶対足届いてないけど、あ、これ足を、島クリエイトの、水で表現してるということで、川ですね、うん、いいね。マイデザの足湯っていうのもいい感じに作ってあります。てかさ、このなんだっけ、これなんて言うんだっけ、灯籠だっけ、灯籠じゃないわ、天丼、あれ天丼じゃない、何やったっけこれ、金魚めっちゃ可愛くない？あんどんだぞ、あんどん。何が天丼やな。桜の湯、あ、いいね。ちょっと俺温泉大好きなんで、あ、ピンクのグランドライトで、ちょっとここいい、良くないですか。はい、桜の湯ということで、桜を楽しみながら、秋でも桜をね楽しめる。緑の湯、あ、これが緑の湯、いいな。え、なんか体にめちゃくちゃ良さそうな成分。あ、これさ、ヒノキ風呂が緑色なんだ、これ。え、こんなリメイクあるんだね。すごい、なんか体に良さそうですね。あ、旅館、あ、宿と別に旅館があるんだ、ここ。ちょっと楽しみだな。宿は安いけど、まあ、旅館っていうのがあるらしいですね。まあ、当然泊まりますわ、そっちも。あ、待って、こっちにも温泉あるよ。うおー、これ旅館の入り口。あ、なんだ？あれ？これゲーミング道具じゃないですか？これ。私の島の住民です。怖すぎ。これね、偽物なんですよね。こう、目光ってて。あ、なんかちょくちょく、本物もあるけどね。離島ガチャで同じ顔ばかり。何の話をしてるんだ。面白すぎる。ちょっと、ここの温泉は？ここの温泉もあるんですか？これ。あ、なんか茶色いお湯があるぞ、これ。キャンプサイトもあるじゃん。ちょ、ここに来た人マジ最高じゃない？あ、賽銭箱だ。賽銭箱。あ、ちょ、間違えて取っちゃった。間違えて取っちゃった。ごめん。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。バッチ当たる、これ。バチクソ。バッチ当たるぞ。すいません。マジでごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。お賽銭しましたね。うん、お賽銭しました。お賽銭。お賽銭しとこう。金額が多ければいいっていう問題じゃないけどね。はい、旅館お願いします。いいな、この石のマイデザ。お、いいぞ。ちょっと待ちますね。よし、今日泊まる旅館ですね。どんな感じなんだろう。おー、え、左目がうずく、あれ、ちょっと、あれ、ちょっとなんか今変なの見たけど。あれ、あれ、今変なの見えました。今変なの見えました。気のせいかな。ちょっとなんか左目がうずくみたいな。気のせいだよね。間違えました。いやー、だって高級感ありすぎじゃない？やばくない？ちょっと声裏返るよ。ちょっと一泊お願いします。いやー、マジ。あ、ミスった。ミスった。良心的。良心、ちょっと待って、今何ベルって言った？ちょっと、自分の誤字でね。あ、800ベルか。じゃあ、800ベルなら安いですね。じゃあ、ちょっと、後ろからお邪魔します。いやー、すごい。ちょっとなんか中華じゃないけど、そっち系の和風っていうか、わかる？この、なんて言ったらいいかわかんないけど。アジアン、あ、そう、アジアンな感じ。それ言いたかった。いいですね。おやすみ。ちょっと左行ってもいいですか？あ、右ね、ごめんなさい。娯楽があるということで、右から行きます。あー、いいですね。これ、温泉上がりに、この扇風機を浴びながら、囲碁するみたいなね。まあ、俺、囲碁のルールわかんないんだけど。対戦よろしくお願いします。
うら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 。ちょっとこのくだり前もあった気がする。これ同じことしてるわ、俺。じゃ、これ座布団、これリメイクしてあんのかな？かわいいね、これ。ね、座布団の柄。かわいいですね、これ。金魚のね。ああ、いいね。落ち着くわ。なんか実家のような安心感。ない？これ。おばあちゃんちじゃん。おばあちゃんち。いいね。いいっすね。てんてんてん。ここは何なんだろう。着物がたくさん飾ってありますね。かわいい。壁にもちゃんと飾ってある。お、なんか木の壁掛けのやつもすごいな。いけない？いけないんですか？テレビとか置いてあるけどいけへん。地下は温泉です。え、待って、地下温泉って、かっこいい。かっこいいんだけど。おー、待って、え、これすごくない？これ何のやつ？え、これ煙出てんじゃん。ここ俺一番好きかもしんない。え、すごっ。すごっ。いや、しかもね、お風呂たくさんあんだよね。もう俺ここ一日入っとれるよ、ほんとにね。いや、すごい表現が。この黙々の床俺も欲しいな。お風呂入れたらね、ほんとそれアップデートでね、なんかマリンスーツでもいい、なんでもいいから。ね、お風呂入れたらね、もっと楽しいと思うんだけどね。ちょっと任天堂さんお願いします。ね、ほんとお風呂入ってたらいいと思う、俺も。え、ここすごい。この表現の方法俺も真似したいな。これ床があれだね、なんか雲みたいなやつか。なるほどね。いや、すごいわ。てかこれ世界地図貼ってあんの面白いよな。あ、カミツキガメ飼ってんだ。かわいいな。枯山水。枯山水お邪魔します。あ、すごいすごいすごい。いけないんか。すごいな、これ。マイデザで表現されてますね。結構リアル。なんか、あの、岩をさ、置くとさ、めっちゃリアルよね。見てると落ち着きます。ほんとそれな。ポスト。ポスト。ここ誰の家？あ、これは何だろう。あ、これマイハウスか。あ、旅館の隣に自宅があるんだ。ちょっと自宅も気になるな。やっぱ自宅も和風なのかな。それとも、本当に自分のプライベートの趣味のお部屋なのか。この人ちょっと趣味すごいよな。あれ？この人本当和風の島作ってる人かな。なんでここ？かっこいいんだけど。何この研究施設。そしてその格好何？そっちは、うん、そう言われると、行きたくなるよね、なんか。なんだこれ。何してんのこの人。好きな住民を監視してます。やばいやばいやばい。あのネズミのね。やばいでしょう。何？あれ？ちょっと別の島来た？これ別人か。別人だよね。さっきまであんな可愛かったさ、あのね。和風島の旅館の方がこんなまさか趣味をお持ちだなんて、その信じがたいですよ。ちょっと左側も見ますね。あれ？なんだここの、まあでもここはいいか。ここはなんか作業部屋って感じするよね。いいですね、DIY。作業台置いてあって、まあちょっと段ボールとかごちゃごちゃしてる感じがいいですね。顕微鏡とか。おー。あ、ほんとだ。洗面所だ。あ、ここ普通に綺麗なんだ。その格好でさ、トイレするのマジで面白い。普通に洗面所でした。おー。すげえ。冬のやつと星座シリーズコンプしてあんのかな、これ。すごいな。謎に怪獣いるけど。ここほんとに、なんかさ、バラよ、私に力を。やばい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 。やばいやばい。やばいぞ、この人。ちょ、でも、家はさ、完全に趣味っていうのが良くない？
なんかその完全にプライベート分けてるっていう感じがする。下は普通の部屋だ。本当だ本当だ。なんで地下をあのロボットにしなかったのかっていう ね、下が普通っていうね。家入ったらびっくりするよみんな。これここえ待って、普通に女子力高くない？この部屋、この部屋大好きなんだけど俺。普通に女子力高すぎ。うわー綺麗。この下のさ、この絨毯めっちゃいいよね、質感。スリッパも脱いで。え、待って、この人センスありすぎ。やばい。ちょっと上の部屋とはね、大違いだ。ここを進むと博物館があります。お。博物館。あ、なんかすごい。すごいアート感がある。自由の女神。いいですね、博物館。博物館がありまして、楽しいなぁ。レストラン行きます。え、まだあんの？この島。広くない？すっごい広く感じるんだけど。レストラン？今俺の置いたお金をチラって見て、あれって、絶対思ってるよ。あー、これ、また家がレストランなんだ。ちょっとお邪魔しますね。なんだこれ、バナナジュースかな。うわー、しかも高級レストランだった。舐めてたわ。あ、すいません。こんな格好で、ちょっとドレスコード。いらっしゃいませ。名前、ジャガイモレオンなの面白いよな。ちょっと、おすすめで、おすすめの、コースで、おすすめのコースでお願いします。かしこまりましたと。面白ね、これ。やだな、なんか食材置いてあるんだけど、これザリガニとタイ、これ絶対食用じゃん。左が厨房です。あ、じゃあちょっと厨房お邪魔しますか。これ、タワーなってるよ、これ。ね。夜景を楽しみながら。おー、いいですね。厨房感が本当にある。美味しそう。美味しそうなんだけど、これなんだろう。野菜炒め？チンジャオロース？いいですね。なんか、表彰状とか、学生の時こんなバイト先でした。あ、そうなんだ。え、何、どこで働いてたんだろう。おしゃれじゃない？めっちゃおしゃれですやん。あー、おしゃれ。おしゃれなカフェだなー。すごいなー。なんかこの、え、コーヒーってこんな高級感あるカップあったんだ。かわいい。すごいなぁ。よいしょ。はい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 。あ、これイチゴじゃん。さっきバナナだったよね。いろいろあるんだ。ゲームコーナーがある。格ゲー格ゲー。いいっすねー。というわけで、ここがレストランでした。続いて、もみじの湯です。すごっ！こっちにも温泉あるんだ。酒って書いてある。おー！ほんとだ！色がね、もみじっぽい。あ、これももみじだ。奥に見えるのはビアガーデンです。おー、すげえ。これ、安いビール290円って書いてあるよ。290円か。ここの島結構良心的だよね。本当に。かわいいな。じゃ、ここでお酒飲んでさ。うわ、最高だ、ここ。ね。マジでいいわ。ちょ、マジこの島俺住みたいんだけど。温泉ありすぎ。五右衛門風呂。あ、ハンモックだ。あー、最高。
これはいい。カミツキガメも、カミツキガメかわいい。すげえ。いや、秋の和風気に入ったかも。ね、上からモミジ降ってるし。また春とは違った雰囲気。落ち着いた雰囲気。あ、お墓がある。謎に。あ、ここも枯山水になってんだ。岩固定も。これ面白いなぁ。あ、初めて見た。これすごいなぁ。なるほどね。この岩でさえね、うまく使っていくっていう。スコップおじさんもいます。いや、スコップおじさん、スコップないやん、これ。スコップないわ。俺の動画めっちゃ見てくれとるやん。ありがとう。あー、ここ最初のところか。で、たぬき商店。あ、研ぎ屋って書いてある。あ、包丁研いでくれるんだ。で、ここは陶芸教室。あー、なるほどね。いいですね。ちょっと俺もね、陶芸やったことないんだよね。なんかあの、ろくろっていうのを回すやつやりたい。形作るやつ難しそうだけど。住民の家、和風なのはいいですよね。いい感じですね。あ、これタコ屋。タコ屋か。タコ屋の家だ。大先生、タコ屋ね。陶芸教室の先生してんの、タコ屋。なるほどね。お、ここ、映えスポットじゃないですか？これ。ね、やっぱ。和風島といったら、やっぱここのね。和風の橋。あれ？顔なしいない？顔なしいるよね。あれ。顔なし。顔なしいる。ちょっとチラッと見えましたね。え、何これ何これ何これ？え、初めて見た。これ何これ？めっちゃ綺麗なんだけど、このランプ。ちょっとごめんなさい。神社がある。ちょっと待って、このランプ何ですか？めっちゃ可愛いんだけど、これ。初めて見たかも。これ欲しいな。あ、これヒヤシンスのランプなのか。ちょっと持ってないだ。あ、賽銭箱、リリアン。え、待って、可愛い犬。これ、こういう使い方できるんだ。犬小屋に犬繋がれてる。あー、リメイクで3色あるんですね。あ、で、ここ神社なんだ。ここ神社なんだ。あ、なるほどね。ちょっと、お辞儀しときまーす。賽銭。賽銭をね。うん、ちょっと待って、間違えた。ちょ、ごめん。今はわざとやった。ごめん。本当にわざとやった。ちょっとお賽銭しときますね。うん。お賽銭しときます。よしよしよし。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。よし、オッケー。この犬可愛すぎん？やばくない？じゃ、ちょっと上行きまーす。まだここ温泉街あるの。うわー、ここ、食べ歩きじゃん。ねえ、歩かないけど。イカ置いてある。いや、ここで、ねえ、飲みたいっすね。ちょっと。タバコ。いや、すげえ雰囲気いい感じ。なんか夜も賑わってそうですよね。ああ、さっき下に見えたのが、これ下に見えるのが桜の湯だよね。最初に。桜と緑の湯。あ、卓球とビリヤードあるぞ。まず、五右衛門風呂がありますと。おー、竹のお風呂。かわいい。ほんと風呂入れたらいいよね。で、こっちを行くと、離れ湯。あー、ここ涼しそう。わかる？ここ。なんか歩きたいな。風が気持ちよさそう。お風呂上がりに。歩くとね。何この秘境。かっこいい。すげえ。いやー、地形の使い方うますぎ。おー！すげえ。ここのお風呂二つありますね。で、一番上のドラム缶風呂。ちょっと近代的な。
近代的になってんの草だねこれ。蛇口やん。月を見ながら入れるよ。あーなるほどね。ここで月見ながら。いやーすごい。ここに行くまでにさ、すごい細い隠れてる道をね、通っていくのがいいっすよね、この。うわーすごいなー。こんな地形の使い方ある？かっこよ。はい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 。あ、で、ここは？シャワールーム。シャワールームあります。あ、流しそうめん。あ、かわいい。ああ、すげえ。ここも月の湯だ。幻想の湯。おー、かっこいい。すごい。ちゃんと湯の名前それっぽいよね。幻想の湯だって。いいなぁ。待って、この島広くない？ちょっと待って。俺、多分ね、この島、今までお邪魔させていただいた島の中で一番広いと思う。面積は一緒なんだけどね。この島広すぎだろ。宿を抜けて。ここ宿か。砂浜マッサージ店。え、やばい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 。え、待って、なんか、結婚式場あるんだけど、さっき。やばい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 。ちょっと驚きなんだけど。この人何者なんだ？やばいぞ。楽しみ楽しみ楽しみ。おお、砂浜マッサージ店。あ、いいですね。ちょっとここでね、お姉さんにね、マッサージしてもらうということで。お願いします。ああ、いいですね。ああ、いいです。ああ、めちゃくちゃいいですね。いや、なんか秋の和風好きだわ。ほんとに。こっちは？ん？ん？これは時々ちょっと意味わかんないの好きだわ。気にしないでください。なんでこんなさ、スポットライト浴びながらさ、タッチションしないといけないんだろう。面白すぎる。桟橋。あ、かっこいい。ここでね、この絵が生まれたということですね。ビンタちゃんいるじゃん。最後に結婚式場をご案内しまさ。しまさお願いします。します。訂正早。うおー！さっきも和風の結婚式場？神殿式場っていうのあったけど、こっちは？ウェディング・オブ・シーって書いてある。うおー！海の結婚式場。これやばいでしょ。洋風の結婚式場。しかも、今ね、これ5月31日なんですよ。明日、なんだろう。ジューンブライドイベント来るんですけども、そしたらね、多分もっとすごくなると思う。今より。すごいなぁ。めっちゃ綺麗。すごい。ちょっと、和風なままさ、俺やってんだけど。和風なままさ、俺ら洋風の結婚式に参加してる。ここはもうすぐ壊してしまう。あ、でもジューンブライドで、あれですよね。もっとすごくなるってことで。楽しみですね。以上になります。はい。というわけで、上も作り込んであるんだ。すごいな。ありがとうございました。いや、もう本当にすごかったね。なんかさ、すっごい広いんだよ、この島。ね。もう今撮影時間が45分。50分。50分ぐらい撮影してました。もうそれぐらい同じ面積とは思えないね。作り込み。本当に。春じゃなくて、秋だから大丈夫かなと思ったけど、やっぱ秋ならではの、このもみじとかうまくね、活かした、島づくりということで、和風島作ってる方はね、めちゃくちゃ参考になるんじゃないかなって思います。というわけでね、この動画いいなって思ったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いや、もう文句なしです。ありがとうございました。以上になります。
はい、というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。おつると、ハッピー。